8月28日、はい、もちましてですね、はい、舞台旗揚げ公演終わりましたね。終わりました。はい、おめでとうございます。いや、終わった。どうでした？あの、はい、終わったなのか、はい、もっとやりたかったなのか。あ、もう半分半分って言ったところですかね俺はね、もうね、ほっとしてるよ。あ、ほっとしてます。終わった。いや、もう僕もその気持ちもあるんですけれど、うん、3ヶ月か、うん、前からやっぱその1ヶ月期間は空いてましたけど、顔合わせから、うん、やっぱ濃くて、うん、まあ、皆さんと一緒にいることもそうですし、やっぱりいろいろと大変なこともありましたし、うん、そうだね。だから最後のその千秋楽とか、まあ、みんなで、ね、うん、なんかエンジン組んでるとことか見たりするやると、また明日も劇場に行くのがいいなって。あー、まあ本番迎えたら、千秋楽よくあるよね。あ、今日で終わりか、明日もあればいいのになとか、明日も行きたいな思うことはね、あると思うけど、はい、そういうあれです。なんかちょっと余韻的な感じ。そうそうです、うん、あ、そう、ここね、今ね、上野で撮ってるんですよ。あ、インドネシアじゃなかったのハスの花がね、いっぱいあってね。そう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 、そうなんですよ。雨が最悪な天候でしたねちょっとね外で撮ろうって言ってたんで。そうそうそう、いやー、いろいろあったからね。だって3ヶ月でしょ。そうですね、5月のところで顔合わせして、うんうんうん、まあ1ヶ月空いて、まあその間映画祭とかいろいろありましたけど、うんうん、確かに確かに。で、ツイッターではね、言ったんだけど、うん、赤字がね、なんとか、はい、あの赤字は回避して。そうです、まあギリのギリですけどね。それはあの僕らのね、はい、労働時間を時給換算したらもうゼロですよ、もちろん。まあもちろん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 ですけども借金することなくね、無事終えられたっていうところで、はい、赤字は、うん、そう、ちゃんとね、役者さんにはギャランティー払えて、劇場にも遅れることなく劇場費を払えて、その場で生産できて、うん、という感じで赤字がなしと。そうなんですよ。まあ、本当これは本番になって巻き返したって感じで、うん、確かに確かに、確か初日迎えた時に、うん、カズマさんとも話して、うん、やばいですよ、初日でしたっけ、ゲネ風呂でしたっけ、ゲネだね、ゲネの時にその、うん、まあ、このまま行ったらどれくらいになるかな、売り上げどれくらいになるかなってなった時に、うん、予約状況だけ見てね、はい、カズマさん6万赤字ですそう、だからね、3万払うかって、俺もあの銀行行って、カズマさんはもう銀行行って下ろしてたからね、下ろしましたし、もうダメだ、赤字だ、回避できなかった、うん、と思ったんですけど、うん、まあ、役者さんの頑張り、まあ、スタッフたち、僕たちもいろいろ頑張って呼んだりとかして、うんうんうん、無事、うん、そうだね。あとはやっぱり、うん、それだけではやっぱりちょっと難しかったところもあって、はい、当日見に来てくださったお客さんが記念にっていうことで、うん、はい、物販にね、記念に買っていただいたりとか、はい、そういういろいろこともあって、うん、はい、無事なんとかという、無事なんとか、はい、物販なんかもう赤坂チャンスシアターの人もすごい物販の売り上げだけ見てすごいって絶賛してくれて、うんうん、あ、確かに言ってくださってたね。そうなんですよ。こんなにね、頑張ったんだっていう、ね、頑張ったんだって、まあ、役者さんたちの、まあ、魅力ですかね、客層ですかね、脚本じゃないですか脚本か、いや、売り子ですよ、言ってましたよセールスうまいって、あ、なんかね、書いてたね、はい、うん、そういうお声もあってね、ありました、本当にありがとうございます。いや、みんな頑張ったということですよ、はい、で、みんなの頑張りを応援してくださったお客様がいたっていうね、うん、はい、そうですね、うん、そういうところとね、後ろ、なんとなく人が通る、インドネシアの方が通りかかったからちょっとぽかったけどね、ぽかったぽかったけど無事終えられて本当に、ね、大きなトラブルなく、まあ、ちっちゃいトラブルはいっぱいありましたよ。あ、でもあのトラブル言った方がいいんじゃないですか。どれ、ゲネプロの時に起きた一番最初のあれ、ね、最後の最悪の最後の最後で結構1、2を争うぐらいの大きなトラブルね、大きなトラブルがありまして、僕らね、うん、稽古の段階から、はい、2人とも Mac を使ってるんですよ。そうなんですよ。 MacBook を使ってて、はい、そこで音響ソフトを入れてやってて、うんうん、稽古やってて、はいはい、で、ゲネプロよし、はい、準備は万端だっていうことで、うん、パソコンにつないで出そうと思ったら、うん、音が出ないっていう、音が出ない、うん、普通に音楽流す分には良かったんだけど、はい、音響ソフトが対応してなくて。そうなんですよ。ならねえって、なんねえってやべえ、どうしようって言って、ゲネプロ開始まであと3時間あるよし買いに行くか Windows って言って、でカズマさんがもう急いで秋葉原にね、パソコン買いに行きましたよ。赤坂から秋葉原まで行ったんですか、うん、まあでもそんなに遠くなかったから、うん、もうでももう電車の中でその Windows の、はい、調べて、パソコンを調べて、ソフト使い方、うん、Windows のソフトだったら多分使えると思って、うん、Windows のソフトの音響ソフトの、うんうん、勉強を電車の中でして、そうなんですよ。本当はもう僕が音響照明でやるはずだったんですよ。まあでもそれで使えないというふうになって、うん、まあカズマさんがそう急いでその Windows の
照明の使い方、音響の使い方とかを勉強して、急遽当日初日から、まあ、ゲネから音響と照明で分けてやったんですよね。うん、最悪でもう汗がブワーって言って、ゲネもお客さん招き入れてましたからね。そう招いてやってたから、うんうん、でもまあ無事ですよ。無事ね。無事終わって、はい、で役者さんも皆さん素敵な方でしたしね。そうですね。うん、本当に逆うるさいぐらいでしたよ。うん、すごく仲良かったしね。じゃあ仲良くて、うん、いや本当に最高のカンパニーでしたよ。はい、そうですね。うん、今後 の、うんうん、あのちょっとざっくりとした流れも言いたいなと思って、今後今年はですね、はい、あの YouTube、うんうん、YouTube ねちょっとほったらかしというか、あの手つけられてなかったところあるから、まあ、ちこちらに集中してた。そうそうそう、まあ、あれもあって、あと3ヶ月4ヶ月ぐらいはちょっと YouTube も頑張りつつ、うんうん、で来年のねあの初めの方にまた舞台打てればいいなって。そうですね、思ってますね、うん、まあ、うん、SNS の力をつけようっていう、ね、そうそうそう、そこもね、うん、全然勉強不足だから僕らね、だからそこもちょっと勉強しつつ、うんうん、今度はまたあの2月か3月ぐらいかな、うん、に舞台打てればなって思っております。そうですね、劇団十長ね舞台打っていくので、その時はまたよろしくお願いします。お願いします。はい、なんか言い残したことありますか？そうですね、うん、僕は芝居がしたいです。確かにやっぱり僕らもね全然役者ですから、はい、やっぱりね制作やっててもうずうずしちゃうんだよね。うずうずしますね、うん、でもあの本当にこれはもうカズマさんとも話したんですけれど、制作をやって、うん、制作の大変さが本当に分かって、いや本当にね、あらもうこれからは終わった後絶対差し入れ持っていこうかなって、うん、毎日確かに確かに、稽古終わったとか、稽古終わった後もねちょっとねあのビールの1本ぐらい電話置いといてね、はい、本当に大変ですよね。分かりますその気持ちって。大変だよ。だからといって次の公演僕たちにそうしてほしいっていうわけでもないんですけどね。あ、そうだよ、振りじゃないからね。振りじゃないですけどね、ちょっとは期待してるけど。でもそれぐらい大変で、しかもまあその分楽しいっていう、楽しかったね、ありますかね、うん、すごく楽しかった、いい経験できました、はい、ちょっと雨の中ではあったんですが、はい、うん、ちょっとね、終えてのフリートークでした、はい、終えてみました、またね。本日は、はい、閉幕。はい、忘れなかったよ、よかった。